丹波笹山市史跡、あんま家の鶴瓶鶴瓶、鶴瓶とは、井戸において、水を汲み上げる際に利用される、綱等を取り付けた桶などの容器を言い、後に、それを引き上げる、天秤状の鶴瓶竿や滑車など、気候の一切を指すようになった。初期の井戸は、泉のような場所に限られ、水面も浅く飛車区などを使う手組で済んでいた。しかし、水面までの距離が深くなってくると、 水面まで降りられる、要螺旋状の井戸にしたり、揚水器具を利用するようになった。鶴瓶は、揚水器具の一種で鶴瓶を使う井戸を、鶴瓶井戸といい、特に縄を付けかしにかけて使う鶴瓶を、縄鶴瓶という。次のような種類がある。鶴瓶井戸には固定の蓋がなく上部は解放しており、解放井戸という。日本の井戸は、比較的水面まで浅く手押しポンプが普及するまで、縄鶴瓶が、 一般的だった。古代、鶴瓶は、地のごとく、土器を竹籠に入れ、それを吊り下げて利用していた。奈良時代になると、木製の繰物に、鉄製金具をつけた鶴瓶が出現した。一方、中国などでは、地下水面が地表から200メートルもある場合があり、垂直に水を汲み上げる、鶴瓶井度には不向きで、回転木を使う、軸炉、緯度が、一般的だった。鶴瓶の語源は、 レンルブであり、続けざまという意味もあり、鶴瓶にも形容として同様な意味を持ち、漢字表記もレンルベと鶴瓶は併用される。主に素早さや急や次々といった意味を表す時間対応の形容詞として使用される。ありがとうございます。